江角彩子が全て自供したよ。ほぼケン君の推理通りだった。滝沢は自分自身が競馬にはまっていたらしい。家宅捜索した結果、部屋から相当な数の馬券や新聞が出てきたよ。あ、それとチェーンカッターも見つかった。仙台に帰ったよ。立派なお墓を建てるそうだ。ケン君にくれぐれもよろしくと言ってたよ。ところでケン君、この前お父さんのことで聞きたいことがあるって言ってたよね。一体どういうことなんだい。君が探偵になったことと関係あるのかな。お礼を言いたいのはこっちの方さ。今回の事件、警察は全くいいとこなかったからな。君が解決したようなもんだよ。ケン君、頑張れよ。おかえり。お手柄だったじゃない。私もあの二人が臭いと思ってたのよね。それにしてもひどいことするわよね。横領の罪を着せるために女を使って殺すなんて。でもさ、 SM クラブってどんなことするのかしら。最近ソフト SM とか言って流行ってるらしいのよね。 S か M かの診断テストもあるそうよ。私どっちかしら。ケンちゃん、どうしたのよ、ボケーっとしちゃって。神器臭い顔やめてよ。ケンちゃん、お母さんが恋しくなったのね。いいわ、私がお母さんになってあげる。さ、甘えていいのよ。何すんのよ。